い、じゃあ今度はですね、相手の上段回し蹴りに対して、その蹴ってきた足自体に下段回し蹴りを返す受け返しを紹介してみたいと思います。今度は相手の蹴ってきた足ですね。例えば右の上段が来たのであれば、その上段を受けて、その足自体に下段回し蹴りを返すという形です。はい、それではやってみますね。右の上段が来ました。来たことを想定します。難しければその場で受けてください。だんだん慣れてきたらですね、軸足を返したときと同様にですね、少しそこにフットワークを加えて、運足を加えてですね、ヒットポイントをずらすような形で行えるといいです。はい、じゃあ右の上段が来ました。1、パッと受けて、その足に下段回し蹴りを返します。はい、今度は左上段ですね。2、パッと受けて、その足に返します。はい、右上段、3、パッと受けて返します。左上段 C、パッと受けて返します。はい、右5、パッと受けて返します。はい、左6、パッと受けて返します。はい、このような感じですね。実際相手が上段を蹴ってその足をどこに下ろすのかというのはですね、その状況ごとによって、毎回違うわけです。蹴った足を後ろに戻すような流れになる時もあれば、蹴って前に下ろすような形になる時もあります。その時その時ですね、相手の足の降りる位置は、毎回決まってるわけではないですから、実際の流れの中でいろんなパターンがあると思います。その都度ですね、こちら返す側は、相手の足の降りた位置に対して自分の間合いを調節します。自分の、蹴った足が後ろに戻るのであれば、その足に届くように踏み込んでいく必要がありますし、その足がパッと前に来たのであれば、そこに間合いをですね、照準を合わせて返す必要があります。それはその都度その都度ですね、その状況に応じて臨機応変に対応できるようにしてください。はい、それではこれもですね、実際に組んで行ってみたいと思います。はい、それでは構えて。はい、じゃあまずは、右上段ですね。はい、1。はい、蹴ってきた足に返します。はい、左上段2。はい、右上段3。はい、左上段1。はい、こんな感じですね。はい、軸足に返した時と同様、うまくステップワークを加えてですね、回り込んで衝撃を緩和させながら受けて、なおかつ微調整ですね、間合いを微調整して、自分の下段がしっかり相手の、この蹴ってきた足にですね、ダメージを与えられるような、その間合いをしっかり取って返すということをですね、その瞬間瞬間随時行えるように心がけてください。はい、それではですね、10本通してやってみます。はい、それでは構えて、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。はい、そこまで。はい、このような感じになりますね。はい、一つ返すときにですね、ぜひリズムよくテンポよく返すということを心がけてください。せっかく受けてもですね、返すテンポが悪いと相手に、受けられてしまいます。せっかく返してもですね、その返した下段をまた相手に受けられてしまいます。例えばこのようにテンポが悪い形で相手が反撃してきた、反撃をですね、返したとします。はい、はい、当然そのね、テンポが遅く、間が空いてしまえば相手も体勢を整える猶予がありますから、その返しを次簡単にやっぱり受けられてしまうわけですね。ですから相手に受ける間を与えないような気持ちでですね、リズムよく返す、テンポよく返すということが大事です。はい、じゃあちょっとそういうところを意識してやってみますね。はい、リズムよく返します。1、3、2、3、3、相手が受けようと思っても受ける間が取れないぐらい、4、はい、そこまで。はい、今のようにですね、相手が受けようと思ってもその受ける間が取れないぐらい、相手の体勢がまだ不十分な時に返してしまうような気持ちでですね、ぜひこの返すリズム、テンポを意識して行えるようにするといいと思います。